シア大河最後ドームをより楽しむために幕末のマニアックなうんちくや大河ファンとしてライトにキャーキャー妄想したり僕ら俳優ならではの演技や演出のを飾ったりする。それじゃあセコドン並べにチェスト。今回は第36回吉野部の首、第37回江戸無血大将、もうまとめて斜め切ります。まず36回、これはもう鳥羽伏見の戦いでしょう。そうだね、鳥羽伏見の戦いは慶応4年の1月3日から1月6日3日間にかけて行われた戦いですよね、1月7日には壊滅してるね、旧幕軍1万5000に対して新政府軍5000の戦いだったんです。で、これあのドラマだと前線に立って最後が戦ってるんですけど、引くなー引くなーって言ってるんですけど、でも史実だと最後前線にいないんですよ、そうなんだよ。だからこんな手紙を書いてるんだよ。1月3日の大久保宛ての書簡ですね、今日はお叱りを賜るとは考えましたが、戦の差を聞き、法を聞き、たまりかねて伏見まで差し越し、ただいま帰ってきました。これだからお前は前線指揮取るなよって言われて、でも戦が始まっちゃったからどんな感じかなって見に行って帰ってきてるんだよ。言ってるんですよ、これは。怒るとは思うけど、怒られちゃうと思いますけど、ね、許してねっていう、つい言っちゃったっていう感じなんだよね。さすが戦好きの家康、案内、ご案内の通り戦好きだね。で、鳥羽伏見の戦いといえば、やっぱりハイライトは錦の旗、知るかいだね。これね、いわゆる剣武の神聖って教科書に出てきたでしょ。あの時、後醍醐天皇がだいぶ前だ、俺たち朝廷の軍ですよ、これが勝ったのが正規の軍ですよっていう意味で出したのが錦の御旗なんです。錦の御旗錦の御旗が立ったら朝廷の軍だよっていう印だよって、でドラマの中でも言ってたけど、もう誰も図案を知らないのよこの旗。だって500年も前だよ、錦の御旗が。それを岩倉が独断で、まあ、玉松美沙夫とかにデザインさせて作らせたっていうのがこの錦の御旗だよね。はっきり独断で作らせたって言ってましたドラマでもね。吉野部を殺せとか旧幕府を潰せっていわゆる倒幕の密勅って言われるやつが、倒幕の義勅っていうこともドラマではっきり描いて、義勅でしたね。あの鶴瓶が捏造するみたいなことをバンバン言ってるし、これが本物になるんや、そう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 ということはっていう話だからね。で、錦の御旗も独断で作って突然翻らせたって言わなきゃわかんないよね、だからこれ、錦の御旗です、これが噂に聞くってなる。多分言って回ったんだろうね、俺たち完全なんだぞって言ったんでしょうね、っていう旗印にするために作ったんだろうね、朝敵にするためですね、向こうだって幕府の側には結構なライフルがあって、それに旗が勝つって実際どういう意味なのかなって分かんなかったんだけど、お前ら俗軍ですよ、俺たち官軍ですよっていう効果を持ってるっていうことだよね。ここがちょっと分かりにくいんじゃないかと思うんで、みんなで話してる、うん、まず戦争の鳥羽伏見の戦いの、まあ、きっかけ、きっかけはそもそも、まあ、幕府が盗撮票、まあ、盗撮の表ともいうやつを持って京都に上洛しようと、上洛しようとする、それを鳥羽街道で、いや京都行くなよって殺軍に止められたところを奇襲をかけて幕府軍がやられたところから始まったのが鳥羽伏見の戦いですよね。正確に言うと大阪にいたあの徳川の兵で、江戸の兵は動いてない、もちろんね。そもそも12月28日に慶応3年12月28日に大阪にいる慶喜たちのところに庄内藩の江戸焼き討ち事件の話が届いたんですよね、もちろんそれは京都にいる西郷たちにも届いた、慶応3年江戸総上の話があって、西郷たちがなんとか徳川に先に戦いを仕掛けさせたいから、散々江戸で放火したり強盗したり殺人したり江戸城に野丸焼いたりして業を煮やした江戸の警察の庄内の新庄組が三田の薩摩藩邸を砲撃して焼いちゃう、業を煮やした江戸の警察の庄内の新庄組が三田の江戸の薩摩藩邸を砲撃して焼いちゃう、それを受けて江戸をそんな僧侶に陥れた薩摩っていうのは悪いやつだと、いうことで幕府の幕臣たちはもう薩摩をやってやろうと、あの朝廷の家臣ではないと、薩摩打つべしっていうのを許可してくれよっていうのが盗撮の思いです。これ一方西郷はどういう気持ち、その砲が届いて12月28日、
砲が届いてよくやったしめ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 だよね、そう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 、薩摩側としても、まあ、幕府に報復する命が立ったっていうのが西郷側の立ち位置だよね。だからね、鳥羽伏見って言ったら新政府対旧幕府軍って考えがちだけど、薩摩軍対旧幕府というか、うん、まあ徳川のがまずそこが表だよね、そこの喧嘩が発端だよね、うん、そうだからこの時点ではそうなんだよね、うん、ちなみに当時で言うと薩長軍っていうのはやっぱり最初に言ったように1万5000対5000の戦いであるから勝てる見込みがなくて、そう天皇を奪って今の山口県あたりまで、ね、あの連れ去ろうっていう計画を立ててたんですよね。そんな中起こってしまった戦いだから結構大博打の戦いが鳥羽伏見だよね。社長側は大博打だよね、大博打の始まりじゃーっていう、初日をなんとか大勝ちに終わったから最後はワイワイの気持ちだし、手紙書いちゃったんでしょうね。次あの、いても立ってもいられずに見に来て怒られると思うんですけど、いけんだなんて次の日錦の御旗が翻れば、これはまたまた士気が上がりますぞなっていうことを西郷くんは書いてましたね。だから負けるかもしれない確率高い大博打だから、錦の御旗で官軍対賊軍っていう図式を作って、で旗だけじゃなくてきっと多分、うん、吹聴して回ったでしょうし、旗で天皇の旗でっていうふうに吹聴して回ったっていうことだろう、ね、周りの支援も得やすいですしね、うん、あの36回の史跡紀行でも出てたけど、城南宮俺も実際行って、よく本人城南宮が高台で土方歳三たち普請奉行所の新選組は坂の下にいてって言って、そんな高低差で引っ張り決まるのかなと思ったんだけど、結構登る、見てみて分かる。じゃあもう私またひいこら言いますな。で薩軍包帯の陣地跡っていうのも特定されてて、あの子新選組の抜刀突撃が通用しないっていうの結構わかる、距離もあるしね。あとね、大山巌といえば弥助号っていう、そうね、今回大山巌自体が瀬古丼には出てもないです、ね、あ、そっか、出てないね、大山巌は出てない、銅像作れないじゃん、モンタージュできないから。そうなんですよ。あどうするんですかね、慎吾はいるけど、だから一番最初にそんな人ではなかった、モンタージュできてないから違うよって言って、そういうこと。まあ、第36回の目玉はその鳥羽伏見の戦いで、他に36回で僕が言いたいのはあれかな、まあ、慶喜が大阪城から逃げ帰る、まあ、ここに関してもね、慶喜がまあ逃げたみたいな言い方をするんだけど、そもそも慶喜は絶対的に戦う気はないっていうところが前提条件であるわけだよね。ずっと抑えていて抑えていて、それが薩摩藩邸焼き討ちっていうことが、まあ、戦火の一つのきっかけ、我慢できなかった庄内藩が火蓋を切ってしまったから始まってしまったってところで、なんとかでも戦わずに済ます方法がないかってずっと考えてたのが慶喜だと思うわけね、うん、ただ一方さっき話出てきた盗撮の表は慶喜が許可して書かしてるんだよ、うん、だから盗撮の表が届いて、この許可が降りてから初めてこの朝廷を味方につけた上で戦わねばっていうのが多分吉野部だと思うんだよね。だから偶発戦が その盗撮票を朝廷御所に持っていく途中に小枝橋で小競り合いが起きて、それが鳥羽伏見の戦いになっちゃうから、そこら辺が惜しいところですよね。これ盗撮票が朝廷に届いてれば、もしかしたら朝廷は一気に旗色を変えたかもしれないですよ。だからこそ薩軍は通すわけにはいかないって小競り合いになった。なんか一説にはなんか盗撮票を掲げて興奮したっていうから、多分書いてあるんでね、盗撮票。じゃあ他に何かある人、はい、いやこれも忘れちゃダメですよ、大事ですよ、山岡鉄舟初登場でした。出たね、出た、かっこよかった、かっこよかったですね。そう、あの勝海舟の手紙を最後のところに届けたのが山岡鉄舟のわけですけれども、うん、私がしびれたのが腹切るっていう話をしてたじゃないですか、鉄舟、うん、がね、そう鉄舟が、でその時に侍が主を信じれなくなったらそれはもう侍ではありますまいって言うんですよ、うん、あれはかっこよかったね、男の中の男と思って、ちょっと切っ先本当に腹が刺さるグッてやってたもんね、あの人は坂の上の雲とか真田丸とかでね、あの人最後やったこともありますもん、あるある、ありますね、NHK が大好きな役者だもんね、それを聞いている島津久光に全く従わない西郷っていう図がもうね何とも言えなかったでも主に聞いてはっつってそう、もう分かったかったって言うもんね、主の言うこと俺一回も聞いてないっていうねでも西郷はだからきっともう一回言ってあのセリフ、藤本さんのセリフを、侍が主を信じれなくなったらそれはもう侍ではありますまい、で西郷が今まで呼ばれてるみたいに胸
胸を打たれるわけだけど、でも実際は一回久光を最後思い浮かべて、え、あいつを信じるの、いやいや違う違う忠義公だ、忠義公を信じればいいんだ忠義公もなんなら武力倒幕は反対ですから、いやいやもう全然反対だけど、いやいやもう西郷からしたら久光を信じる信じないとかっていう次元は置いておきはないからあいつかーみたいな、か山岡哲史だけど身長190近いですからでかいんだよ、であの藤本さんも結構でかいからよかったよ。あとね、板倉勝清、そう、これ痛い、あれはあの名台詞を言えなかった板倉勝清ね、慶喜のこの鳥羽伏見っていうところで、まあ、名台詞があるんですよね、うん、まず板倉勝清が慶喜のところにやってきた、うん、もう薩摩撃つべしと撃たなきゃダメだって説得に来る、これに対して慶喜はこの幕府にね、西郷ほどの者がおるか、いません、大久保ほどの者がおるか、おりませんっていうやり取りをやるんですよね。これね、私ちょっと世語論だからこそひい様に言ってもらいたかった、うん、だって一番最後をあげるセリフじゃないかね、まあ板倉勝清が出たから僕ら俳優ならではの演出家ならではの演技や演出論をこの斜め切りでは入れていきたいので、うん、キャスティングの話をしますか。この斜め切りでね、あの最初の方とか中盤ぐらいまで国広富幸さんを散々言って僕らの国広さんは日テレのかつての大型年末時代劇の白虎隊で15種類をやっていた国広富幸さんが、セゴドンではこの絵をやっているって言って、うん、NHK のキャスティングのなんかオマージュというかね、うん、そう、あのある一定以上の世代にわかるでしょっていう、まああの風間森尾さんとかもそうなんだけど、そうですね、松平かたもりの風間森尾さんが今回は最後の親父をやってる、瀬戸パパをやる、うん、ちょっと面白かった、そう、それにあの蒲田光臣君の平田美鶴もセットでいるみたいな松坂慶子だからよく考えたら蒲田光臣君だね、ちゃんと蒲田光臣君そうだったね、なのに池田屋を描かない、そうだね、そうだね、そうだねみたいなのも あるんだけど、その板倉勝清といえばやってる俳優さんが堀内雅人さんで、この人はやっぱり日テレ大型時代劇で三条実美をよくやってた人、奥下俳優なのよね、それがこのドラマでは正反対の幕府閣僚の慶喜の側近の板倉勝清を堀内雅美がやってるっていうところもね、も俺はすっごい面白かった、奥下感のあるキーキー感でした、ね、そう、三条実美のあの顔立ちで、まあ綺麗ないい顔してんのよ、色の白いで、あの公家の喋り方で板倉やってるっていうのがものすごい面白くて、であとそういうキャスティングの妙でいうとちょっと話飛ぶんだけどね、公家つながりでね、公家つながりでいうと中山忠光のね、お父さんの中山忠康の、役をあの服部君の獅子丸がやってるって、獅子丸の声が尾形健一さんがあの声で、あ、そうですかね、もうだから保護所会議を獅子丸が仕切ってる図式ですで、第36回だと岩倉藩って獅子丸が読み取る、どないしましょう、どないしましょうってね、もうちくわでも食ってるこの野郎と、ちくわ食うかなと思ってじゃあ第36回で他に、はい、あの、慶喜が大阪城から江戸に、うん、まあ、逃げ帰った、うん、あと上野にね、あの隠居するわけですけど、うんうんうん、で、その時に嘆願書を書くわけですよ、朝廷に新政府に恭順しますって言って嘆願書を書いて、それを送りつけて、それを見た西郷大久保、うん、ね、西郷は何、この嘆願書鼻肌持って不届き千般っつって大久保も大久保で、うん、誠にアホらしき沙汰っつってもう腹切れっつってんだからね、もうやつらは多分標準しただけじゃダメだぞ、そう、腹も切って慶喜が死なない限りダメだよと、やつらは全然折れない、でもこういう書簡が残っているから、この今回の慶喜の首っていうタイトル、そうだね、になったんでしょうね、まあただこういう強烈な書状ばっかりがやっぱり目についちゃうけど、彼らも時勢によっては慶喜を揺れてるよね、許す、慶喜を朝廷に迎え入れるだとか、あとはまあ12月中の話であれば議場にしようっていうようなこともあって、うん、まあいろんな時勢とか慶喜がやることを見て不届き千万だと言っているっていうことはね、一つ、まあ鳥羽伏見の後だろうから、まあ、その、うん、もう改正してしまったし、ここで、ね、手を緩めるのはいけないっていうところも含めてだろうけどね、うん、まあ、そこら辺のことはね、幕末カタレイヤの方でじっくり言っているしね、特に慶応3年12月のあたりとか古語書会議の後から、じゃあちょっと先を急いで、第37回江戸無血開城ですね、うん、タイトルの通り江戸無血開城会談がメインなんだけど、
ちょっと描かれてない勝つの覚悟っていうものが見えないのがもったいないな。もっとかっこよく勝つ回収っていうものが描かれるはずだと思うんだよね。勝がどれだけこの階段というかこの作戦にかけてたかっていうところですよね。西郷たちと同様に徳川もまた戦争っていう結論を選ばなかったっていう視点ではあんまり言われない。確かにそこが勝海舟の覚悟っていうのは多分そのことだと思うんだけど、破談になったら即江戸はまず火の海にするっていう風に勝は動いてますよね、うん。まあ、その覚悟を持ってじゃないと西郷とは会えないっていうことも日記に書いている、うんうん。両面作戦なんだよね、あの、うん、談判をする時の勝海舟っていうのは、うん、まずはもう兵士を分散させて、まあ、この江戸の町を取り囲むように幕府の、まあ、軍備が配置されているっていうところからも分かりますよね。新選組は板垣と戦った甲府にいますよね。甲陽新聞隊って名前書いてね、まあ、あとは箱根の関っていうのも重要なね、うん、東海道伊庭たちがいるわけだよね、うん、伊庭八郎たち、そう江戸四大剣術道場の新行刀流の伊庭八郎たちがの、まあ、旗本とか一の剣士がいるわけですよ、うん。でまあ箱根も狙えるんじゃないかっていう位置に船が、そうね、あるわけですよね。品川沖に榎本艦隊が、榎本艦隊もう最強の艦隊がいるわけですよね。海洋がいるわけだよ。そして千葉の方には旗本たちがいるんですよね、うん。徳川義軍つって放棄する人たちだよね、うん。ぐるりと江戸を囲っている、ね。いや忘れちゃいけないのは幕府兵隊だよ。そう、大鳥圭介の伝習隊とかもうこれは最強だよね、うん。フランス西洋獣人をもう体得してる伝習隊とかを含む旧幕歩兵は同じく船橋とか津田沼とか千葉の方にもいたし、そのちょっと後に栃木の小山とか、うん、そうだから江戸東京を囲むように栃木箱根山梨、品川、千葉とかに、まあ、旧幕の軍事力が江戸を包囲するような形でいる状況で、かつは西郷に戦争しますかやめますかっていう談判をするんだよね。だから破談になったらその軍たちがみんな江戸に登ってきますよっていうのがあったわけですよね。江戸はすぐさま火の海になるっていう、これは西郷側からじゃなくて勝側から火の海にしてもいいっていう覚悟を見せたっていうのがでかいと思うな。勝の言葉で残ってるところで言うと、暴挙をもって我に対せむには我もまた彼が進むに先んじ死骸を焼きて、その進軍を妨げ一戦衝動を着せずんばあるべからず、この策を設けて相対、誠意にいずるあらざれば、おそらくは貫徹なし方からむや。なるほどね。彼らはまあ暴挙を持ってくるから、暴挙を持ってくるし、まあ退路を断ちながら、あの退路を焼きながら進んでくるっていう噂もあって、だからあいつらに焼かれるぐらいなら俺が焼いてやるよ。先んじて焼い死骸を焼くって言ってるもんね、焦土と火事ってこんな話も残ってるよね。神武の辰五郎って火消しの親分に、これダメだったらお前さんどうやって火をつけて回ったらいいか相談するっていう話を持ちかけて火消しの俺にそれを頼むだろ、こちらことだねっつうような笑い話がシャレが効いてるよ、うん、そんな話が残ってる。これこれも史実かどうかわかんないけど、まあ有名な話で講談にもなってるよね、落語とかにもなってる、ね、そんな話が残るぐらい勝の覚悟ってものは、まあ、有名な話だよ、うん。だからやっぱこの無血海上に臨む勝のかっこよさっていうのがちょっと今回のドラマだと見えにくかったかな、うん。勝海舟のそのかっこよさっていうのもね、言ってるまあわかるけれども、実際本人が後日談でね、あの時の談判は実に俺だったよ、官軍の西郷がいなければ話がとてもまとまらなかったって言って西郷を挙げつつね、西郷は俺の言うことをいちいち信用してくれて、その間一点の疑念も挟まなかったってね、最後自分挙げに持って行って喋っちゃう勝さんがね、ね、勝さんらしい可愛らしい勝のやり方だよね、それが勝ね、人の手柄を褒めたあげくそれの上に立ってくるっていうね、勝のマウントの取り方本当にサリがいいだろう。そうでもなんかね、徳川幕府を売るとか西郷びいきすぎる遠見の勝海舟どうなのって結構ツイッターとかでもいろいろあったけど、なんか37回はかっこよかったよね、うん、だってやれば戦えるんだよ確実にって一応聞いたの、うん、弾かけたんだろうけど、でもやっぱりこの勝てるっていうのも事実ですしね、うん、はい、はい、あのね、ここまであの江戸無血海上は、はい、あの勝海舟も尽力してきたんだっていう話をずっとしてきたんだけれども、うん、やっぱね、忘れちゃいけないのも
山岡鉄舟そりゃそうだ、ね、鉄舟もこの無血開城には尽力してるから、うん、それについて私調べてきたので、うん、でこれはあの駿府に鉄舟が行って、うん、分かり通るって言ったんだもんね。そうそうそう、まあ、前回ね第36回の話に戻ってそう戻るけど行って西郷と会談をしたのね、うん、でその時の様子を調べてきたの。だからこれをねもう2人にやってもらいたい。おお、はい、じゃあねこっからママさんが最後、うん、でマペさんが鉄舟。分かりました。吉野を備前岡山に預けるぞっていう話、そうそうそう、六ヶ城の後ね、そう、うん、それを聞いた山岡鉄舟が、詰まるところ栄丹を開き虚しく数万の生命を絶つ、これ王水のなすところにあるぞ。さすらが先生はただの人殺しなるべし、家に拙者この城においては決して我縁でざるなり。長命なり。たとえ長命なりといえども拙者において決して承服せざるなり。長命なり。しかれば先生と与党その位置を置き換えてしばらくこれを論ぜん。先生の主人島津公もし誤りで朝敵の汚名を受け官軍政党の日にあたり、その君教授謹慎の時に及んで先生世が任に至り、主家のため尽力するに主人吉信のごときご処置の朝廷あらば、先生その命を放題し速やかにその君を差し出し安官として傍観すること、君臣の情先生の義においていかずや、この義においては鉄太郎決して忍ぶことあたわざるところなり。ここがあれですね、さっきドラマでやってた、うん、主君の命を差し出すのはそれは侍ではありますまいっていう、それですね、うん、先生の説もっともしかしからば、すなわち徳川吉信殿のことを、それにおいては吉之助ちっと引き受け取り計らうべし。はい、わかりました。うん、かっこいい。いいね、あのこのやり取りがあったからこそ、まあ後にね西郷は鉄舟のことをもう命もいらない名もいらない、そういうやつはもう手に負えないんだっていうことを言う、もうお前は人殺しだとまで言うん、鉄舟かっこいいよ。きっぱりですもんね。ミコ興奮しちゃって途中でやめちゃそこだね命もいらない金もいらないというやつが一番始末に困るって最後が言った。だけど大きなことをなせるのはそういうやつなんだって最後が言った。そうですよ、始末に困るやつになっちゃうあなたが言いたい鉄舟は困っちゃうやつってなっちゃう面倒だなって最後やつが大きなこと、用道や大きなことができるな、そんなやつなんだ。間違った。そうだ、わざわざドラマ2回分も引き戻してまでこれをやらしたかったと、2人と。そう、まあ、それは茅野がね、ドラマの方でちゃんと言ってたんだけどね、まあ、それは熱いやり取りがあったわけだね。そうなんだよね。あとね、37回で言えば俺はやっぱり龍馬で終わったとこと、西田敏行のナレーションも龍馬っていうところが、最後の最後、江戸を焼いちゃうのかいって話の時に、龍馬の見た国をちゃんと追いかけないのかいって最後に言うんだよね、うん、で、さらに西田さんの慣れも気張らんには死んだ龍馬が泣くぞって言って終わってるとこ、あれはちょっとほろりとちゃった、ね、まあね、そもそも武力倒幕に固めてしてて龍馬は泣いているんですが、そう、カステラを食わなかった、ね、食わなかったね、最後はね。だからもともと龍馬の見た国は西郷は作ろうと思ってないんだけど、でもちょっと龍馬で終わったら良かったですね。そう、ちゃんと37回はそうだったね。じゃあ続けて第38回いきましょう。